中学受験のビスタート、たかしです。今日は速さと火の基本っていうのをやっていきます。なんでだ。なんか悩んでるね。どうしたのこれ。いつも僕だけ。ほう。解くのが遅い気がする。ああ、早く解けるかどうかね。これね、速さの問題はね、これを使いこなすと早く解ける場合があります。火を使うっていうことなんだよ。ちょっと考えてみようか。まず、こんな場合。同じ速さで走るときを考えてみましょう。10分走るときと30分走るときで、どっちが遠くまで走れんの？こんなの言われるまでもないよね。そりゃ長い時間走った方が遠くまで走れます。当たり前だ。で、ここで何が言えるのかっていうと、時間が10分と30分、3倍だったら、距離も3倍走れることになるよね。もっと言うと、速さが等しいとき、時間が1対3だったら、走る距離も1対3になります。速さが一定の時は、時間の比が距離の比にそのままなるっていうこと。じゃあ今度はこんな場合。同じ時間走る場合を考えます。この二人がね。さあ、どっちが遠くまで行くんだ？そう、これも当然だよね。下の自転車の方が速いから、こんな感じで下の自転車の方が遠くまで行きます。もうちょっと言うと、時速が3倍になってるから、走る距離も3倍です。比で言うとこういうこと。時間が等しい、同じ時間走る場合は、速さの比が1対3だったら、距離の比も1対3。時間が一定の時は、速さの比がそのまま距離の比になるっていうことです。で、これ使うとこんな問題は早く解けます。A さんは3キロを16分で走ります。じゃあ、1.2 キロ走るのに何分何秒かかりますかっていうことだ。図にするとまあ一応こんな感じ。3キロを16分で走る。同じ速さで 1.2 キロ走ったら何分かかりますかっていうことだ。これ今までのやり方だったらね、3キロを16分だから、ここで速さが出せるよね。3割る16で分速が、もしくは3割る60分の16で時速が出てきます。でもさ、この計算やりたくないでしょ。ズルする手があるんだよ。お、どうした？気が使えるんじゃない？お、なんか今日冴えてるね。そうなんだよ。これ火を使うといいんだよ。なぜかっていうと、なんか等しいものがあるときには比が使えます。この問題は何が等しいかっていうと、この16分もハテナ分も同じ速さだよね。距離が違います。距離の比が3キロと 1.2 キロだから5対2なわけ。そうするとさ、かかる時間も5対2になるはずでしょ。ということで、16分の、まあ、5分の2だ。まあ、丁寧に書けば16÷5×2っていうのが答えになります。これ、まともに計算するんじゃなくて、分数の方がいいんだぞ。5分の32分ということになります。対分数に直すと、6と5分の2分。で、5分の2分っていうのが何秒だったっけ？そう、5分の1が12秒だったんだよね。だから、24秒っていうことになるわけだ。さあ、じゃあ次の問題もやってみようか。A と B が100メートル競争をします。同時にスタートすると、A がゴールしたとき、B はゴールの手前20メートルの地点を走っている。A 君の方が早いんだね。じゃあ、A のスタート地点を後ろに下げて2人が同時にゴールするようにするには、A のスタート地点を何メートル下げればいいんですかっていうことだ。さあ、じゃあこれも図にしてみよっか。まず最初のところね。こんな図、100メートルでしょ。A と B がスタートするんだけど、タッ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 と走って、A がゴールしたときこんな感じです。ここ20メートルって。火を使うんじゃないかなと。で、何が等しいのかっていうと、スタートしてから丸までの時間が等しいです。で、今分かってるのは、距離の比が分かってます。A が100メートル走ったときに、B はこれ何メートル走ってんの？80メートルだよな。ということで、距離の比が5対4。ここから、速さの比が出てくるっていうことです。A の速さが5としたとき、B の速さは4っていうことが言えるわけ。さあ、でもまだ答えじゃないぞ。続きがあるよね。じゃあ、A のスタート地点を下げて、2人が同時にゴールできるようにしたいと。ちょっと図にしてみよっか。今度はスタート地点を変えます。A は後ろからスタートです。で、走ったら、同時にゴールするようにしたいんだ。下げた長さを出せっていうこと。あら、なんか、ひらめいた。もう一回火が使えるんじゃない？いやー、なんか今日かっこいいな。そう、もう一回火が使えるんです。なんでかっていうと、この A と B で、
時間が等しいよね、これもね。ということは、今速さの比が5対4って分かってるわけだから、距離の比も5対4っていうことです。つまり A の長さを5としたときに B の長さは4っていうことになる。このハテナメートル出したいんだけどね、ここが丸の位置です。で、今分かってるのは 100m、 これが丸の4っていうことになる。だから式は超簡単、 100÷4 で1あたり、答えが 25m っていうことになるわけだ。で、比なんだけど、もう一つパターンがあります。同じ距離を走るときです。同じ距離走るときに、さあ、この二人、どっちが先にゴールするんだろうね。当たり前だよな。よーい、ドンってやると、そりゃ、速い自転車の方が先にゴールするよね。ここから何が言えるのかと。これは、同じ距離のとき、速さの比が1対3だと、ここを走る時間の比がわかります。これは逆比です。3対1っていうこと。遅い方が時間かかるんでしょ。だから遅い方の時間を3としたら、速い方はたった1の時間で走っちゃうっていうこと。つまり距離が等しい場合は、速さの逆比が時間の比になります。ここ逆比になるからね。さあ、じゃあこんな問題ができます。さとし君は P と Q の間を往復します。行って帰ります。行きは時速50、帰りは時速40です。で、Q で30分休んだ後、往復すると5時間かかったと。PQ の間の距離を出せっていうことです。これも図にしてみようか。PQ があって、行きは50、帰りは40です。で、行って30分休んで帰ってきます。すると全部の時間が5時間っていうこと。最初の式はなんとなくわかるかな。この5時間のうち30分は休んでるんでしょ。だから引いときましょうか。4.5 時間っていうのが往復の時間です。次どうしようか。そう、比が使えるんじゃないかなと。さあ、この行きと帰りで等しいものは何なんだろうね。お、行きと帰りで距離が等しい。なんか1ランクアップしてる気がするね。その通りです。これね、行きと帰り同じ距離だよね。 PQ 間を走ってます。でも速さが違う。速さは5対4で行きの方が速いんだ。ここから分かるのは何かっていうと、時間の比です。行きの方が速いっていうことは、行きの方が時間は短い、逆比になるっていうこと。4対5です。こういうことね。さあ、そうすると、この4の時間と5の時間を合わせたのが 4.5 時間だから、4.5 時間は9に当たるっていう。4.5 時間が9に当たるんだから、丸1あたりの時間が 0.5 時間です。行きに注目すると、行きは丸の4だから、0.5×4 で行きの時間が2時間。じゃあもう距離わかるよね。時速50キロで2時間進んだのが PQ 間だから、距離は100キロっていうことになるわけだ。じゃあまとめます。時間が等しい場合は、速さの比イコール距離の比。速さが同じだったら、時間の比イコール距離の比です。で、距離が等しいときは、速さと時間の比が逆比になるから、ここだけしっかりイメージを持っておこう。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。